さあ、まずは好きに打ち込んできてくれ。好きにですか？ああ、私は入学試験で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそこうしてお前と剣を交えてみたくてたまらなかった。ソルテリーナ先輩は上級修剣士の中でも自責に位置するエリート中のエリートだ。そんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だった俺を。どうした？早く来い。はい。よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。いえ、先輩の件を受けるのがやっとでしたよ。ソルテリーナ先輩、さっき俺の剣を防ぐ時に使った技は何ですか？あれはセルルト流の極意、活水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど。予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。ソルティリーナ先輩の剣はこの世界の中でこれまで交えてきた剣と、そう、この剣は勝つための剣だ。入学試験で多く見たノルキア流よりも早く確実に相手を追い詰める。先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし、もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践的な、俺が求める強さがあると感じたんです。分かった。1年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。これまで見たどの流派とも違うあの見事な技、一体お前の流派は何なのだ？俺の流派は…ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ、キリト。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。ムチや他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後、お前の相棒も連れて私のところに来てほしい。友情もですか？そうだ。2人が揃ったらまた説明する。わかりました。それでは友情に声をかけてきます。あ、よろしく頼むぞ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。お前ともこれから長い付き合いになるであろうからね。わかりました、リーナ先輩。うむ。ではまた後でな。ユジオ、お疲れ。何、キリト。大丈夫か？かなり疲れてるみたいだけど。ゴルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。これから1年間、そうか、大変そうだけどよかったな。疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。一緒。え？僕も一緒に？なあ、詳しいことは2人揃ってから説明するってさ。分かった、用意するよ。リーナ先輩、来たか、2人とも。ソルティリーナ先輩、はじめまして。ユージオ初等練士です。よろしくお願いします。ああ、ユージオ、こちらこそよろしく頼むぞ。それでは2人揃ったことだ。私がお前たちを呼んだ理由を話そう。実は王都セントリアの衛兵隊から中堅学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊からですか？うむ。近年獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。それで溢れた仕事が中堅学院に来ているというわけですか？ああ、だが名目上は課外授業という形になる。それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよ、ユージは。めんどくさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実践を積んだりできるんだぜ。まあそれもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってね。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだが。なるほど。それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実践を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。2人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。どうだ、一緒にやらないか？もちろんです。やらせてください。はい、僕もです。分かった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか。わかりました。2人で揃えてきます。よろしくな、2人とも。そういえば、頼む。わかりました。いいですか？おいところで、久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。話は終わり？私、急いでいるから。おい、メディナ、久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。どうしちゃったんだよ、メディナ。これはこれは、見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですが共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。ふん、行くぞ、ウンベール。メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ追いかけよう、キリト。ああ。メディメディナ、いたのかキリト、ユージオ。違うんだ、今のはついライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え、特に最後の連撃からの一撃、一体どういう技なんだ。方法はわからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動をとったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか。お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後私に会いに来い。いいな。分かった。今のって気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。分かった、信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。いらっしゃいませ。どうぞ。さてと。うん。リーナ先輩、お待たせしました。2人とも課外授業への準備は万全か？はい、任せてください。いつでも大丈夫です。期待しているぞ。さて、それではみんなで協力しつつ課外そうだ。え？ちょっと。なんだい？ん？はい。ありがとう。はい。ちょっと。うん、よろしく。秘密よ、こっちだ。終わったね。終わったな。一気に行くよ。きっと勝てる。お疲れ様。一気にきっと勝てる。こいつか。うん。行こうか。問題なく片付けられたな。ええ、俺たち3人なら楽勝ですよ。どうしたんだ、ユウシオ。ずいぶん機嫌が良さそうだな。いや、すみません。何でもないんです。なんだよ、話してくれよ。私も気になるね。大したことじゃないんです。ただ、3人で冒険をしていると、なんだか昔のことを思い出して。昔のこと？うん。幼い頃にルーリットの村でもこうして3人で毎日のように探検をしたんだ。僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、いろんな場所に行って村の人に怒られて。懐かしいな、本当に。寂しいけど同時になんだか温かい気持ちになれる。そっか。良い思い出のようだな。はい、もう一度あんな日々を送れたら。送れるさ。無理だよ。そんなことないさ。きっといつかアリスとセルカ、そしてユージをもう一度3人で探検できる時が来る。セルカ？ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて断られそうか？いや、違うんだ。今確かに3人で歩いた頃を思い出して懐かしいと感じたんだけど、違う、セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも3人って。うん、僕とアリス、もう一人、誰だ。なんで僕は3人でなんて思ったんだろう。大丈夫か、ユージオ。うん。疲れているのなら早めに行ってくれ。無理はさせたくない。大丈夫です。友情。きっと勝てる。なあ裕次郎、学院則ってどんな決まりがあったっけ？もうキリト、そんなこと忘れるなんて退学になっても知らないよ。学院則は修験学院の学生が遵守することを定められた規則だよ。破れば処罰を受けたり、下手すると退学なんてことにもなっちゃうから気をつけないとね。学院則でしちゃいけないことって何があったっけ？そうだね、まずは学院の中のものを壊しちゃいけない。なるほどな。じゃあ苛立って壁なんて蹴ったら大変なことになるわけだ。それから門限破り。なんで俺をじっと見つめるんだ裕次郎。いや、キリトは門限破りの常習犯だから心配だなと思って。そんなに門限破りしてるかな？リーナ先輩の稽古に付き合っていてちょっと遅くなったことはあるけどさ。いや、君は毎回それを理由にしてるけど、かなり多い方だと思うよ。そうか。じゃあ気をつける。退学になったら元も子もないからな。うん、そうしてくれた方が僕も安心かな。あとは上級生に不敬を働くこと、これも禁則事項だよ。不敬か。それって失礼な発言をするとかか？それもあるだろうけど、その上級生が不敬と感じた出来事が懲罰の対象になるから、何が不敬になるかはわからないよ。じゃあ大して悪いことをしてないのにイチャモンをつけられるってこともあるのか。退学にまではならないよ。不敬を働いた場合は上級生から懲罰権でお仕置きされるみたいだけど。退学までにならないとしてもそれはそれで怖いな。分かったかいキリト、これが学院則だよ。ああ、もう完璧だぜ。本当かな？やあ、どうだ？いいよ。俺たち初等練士は年4回の検定試験によって実力を審査される。検定試験の科目には剣の実技試験、型の演武、新生術の実技試験と筆記試験がある。今から俺たちは剣の実技試験を受ける予定だ。剣の実技試験は入学試験と同じく型の演武と教官相手の試合によって審査される。緊張してるのか、ユージは。ああ、ちょっとね。大丈夫だって。ユージは自主練を毎日欠かさなかったし、ゴルゴロッソ先輩にも検定試験前の特訓を受けてたのよ。自信を持てよ。それがきっと今ユージに一番必要なことだ。自信を持つことか？ああ。それじゃお互い頑張ろうぜ。うん。また後でね、キリト。おお、これはキリト初等練士。これから片割れとともに世にも珍妙な型を披露するつもりか？ウンベール、珍妙なのは仕方があるまい。何せ金霊持ちや田舎剣術使いの熊に仕込まれた技なのだ。だがこの学院には道家の役目も必要であるぞ。まさにそうですな。道家の剣を振るいハイノルキア流の神髄を学べぬとは哀れなことよ。検定試験はもうじき始まる。遅れると点がつかないぜ。平民ごときが我らに忠告か。不敬も甚だしい。ウンベール、平民に礼節を教えようと無駄なことだ。それもそうですな。無視が一番だとは思うが、やはり気分のいいものじゃないな。でも今切り替えないと。キリト、お疲れ様。友情こそいい順位だったな。俺と友情は県の実技試験でお互いいいところまで行った。とりあえずは良かったよ。うん、学年最後の進級試験で12位以内に入らないと上級修験士にはなれないしね。でもセントラルカセドラルにたどり着くためにはもっと強くならなくちゃ。気合を入れるのはいいけど、プレッシャーのかけすぎは良くないぜ。プレッシャー？それって新生語かい？そうだよ。新生語で気負うってことだよ。気負う。うん、それもそうだね。君の言う通りだ。ライオスは21位、ウンベールは22位か。嫌な奴らだけど立派なのは口だけだ。放っておくに限るよ。そうだな。ま、奴らの戦いを見ていないから何とも言えないけどな。それより明日は新生術の筆記試験だ。ユージを頼む、力を貸してくれ。また一夜漬けで何とかする気なの？もう仕方ないな、キリトは。まったく、なんで筆記なんてあるんだよ。なあ、ユージオ、新生術の話をしたいんだけど、いいか？まあ、いいよ。新生術っていうのは、システムコールから始まる式句の組み合わせで発動する術式のことだよ。術式を唱えて、エレメント、つまり素因を生成することによって使うことができるんだ。空間申請力というのは術式を使うために必要なものだよ。ソルスや月の光、大地の力などが空間申請力になるんだ。つまり雨が降ったり夕方になったりすると使える空間申請力の量が減るってことだよな。ああ、そうなるね。天候も戦闘に左右する場合があるってことか。覚えておこう。素因には酵素、熱素、風素、糖素、水素、暗素、合素、小素があるよ。それぞれを素因として作り出して術式で解放することによって力を使うことができるんだよな。そうだよ。ただ注意しなくちゃいけないことがある。術式を詠唱しないと素因を生成できないし解放もできないってことだ。なるほど。じゃあ式句をちゃんと覚えなくちゃいけないのか。俺 ALO でも呪文の暗記苦手だったんだよな。覚えられるよ。そんなに長いものばかりじゃないし。俺は剣術専門で行きたいところだけど、ある程度使えないと話にならないよな。とはいえ、まずはジェネレートルミナスエレメントというふうに素因生成の句を唱えられればいいと思うよ。そうして片手で5つずつの素因を生成できるみたいだから、一度に最大10個の素因を生成できるということになるね。なるほどな。そこから術式を発動させて素因を解き放つのか。そうだね。生成の後にバーストエレメントと唱えることで素因を解放することができるよ。他にも素因を解放する術式はいくつかある。例えばフライストレートという術式。これは生成した素因を任意の方向に直射するものだ。まっすぐ飛ばしたいわけじゃない時は曲者の術式を使えばいい。その場合はフライベントと唱える。ちなみにそれらの術式の後に術式の発動を意味するディスチャージを唱えなくちゃいけないよ。覚えることがいろいろと多そうだな。それはそうだね。じゃあ頑張って一緒に暗記しようか。へえ。ありがとう。友情のおかげで復習できたぜ。本当？キリトがちゃんと暗記できてるか不安だから試験前はまた一緒に勉強しようね。俺は一夜漬けじゃないとあんまり頭に入らないんだよ。一夜漬けだと終わった後確実に頭から抜けていくからダメだってば。努力はする。もうそれならいいけどね。よっ。なんだ。いいな。そうだなあ。いや、なんだと。つく。あら。キリト、ちょっと付き合ってくれないか？頼みたいことがあるんだ。ああ、構わないぜ。こうしてアインクラッド流の剣を君から教えてもらうのは久しぶりだね。ああ、ユージオも俺もそばつきになってからは先輩と稽古していたもんな。でも次の検定試験のためにアインクラッド流の技も鍛えたいと思ったんだ。ゴルゴロッソ先輩が教えてくれた技は強胆で、いざという時頼りになるけど、やっぱり僕の一番最初の師匠はキリトだからさ。そう言ってもらえるのは光栄だな。俺も実はずっとユージオと稽古したいって思ってたんだ。キリト、よろしく頼むよ。ああ、任せとけ。さあ始めよう。はあ。行くよ。やっぱりアインクラッド流の技は実践的だけど使いこなすのは大変だね。そうか、だいぶつかめてたぜ。ユージオ、しばらく俺と稽古していないうちに上達したな。キリトから教えてもらった技はたくさんあるから全部まんべんなく練習してるんだ。たくさんか。とはいえ全ての技を教えられたわけじゃない。剣の優先度が低いために再現できない技がまだ多くある。優先度の高い剣、友情の青バラの剣クラスなら再現できるかもしれないけど、いや借りて再現したところでどう説明する。それにその間友情は剣を使えないぞ。キリト、やっぱり君は不思議だな。え？記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに、剣技についての記憶は全て覚えてる。きっと君の天職はどこかの剣士だ。それもとても強い。なのにどうして君は記憶をなくしてしまったのかな。わからない。何か事故にあったりしたのかも。それか衝撃を受けて忘れたのかもしれない。だとすれば君の家族や友達は突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ。ああ、そうかもしれないな。ねえキリト、君はもし…なんだ？ううん、なんでもない。少し休んだらまた再会しよう。あ、そうしようか。あそこにいるのはメディナじゃないか。先生と剣の試合をしているのか。さあ！メディナの剣、なんて速さだ。これまで試合を終了とする。なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・オルティナノス初等練習。ただしまだ戦い方にあらが目立つな。精神を鍛え今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな。模擬的な剣術試合とはいえ教員相手に一歩も引かず、むしろ…それでは私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ。今の試合見させてもらってたんだ。そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら私は行くぞ。相変わらずそっけないな。ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。あ、ちょっと待てよ。ん？この声は。根っこ。メディナ、お前元気がないな。腹が減ってるのか。餌をやらないと。お前は何を言っているのだ。野良の動物に餌をやるのは禁忌目録違反であろう。もしや知らなかったのか。いつだか野良犬に餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。いや知ってたよ、もちろん。まお前が禁忌目録違反で捕まろうが私にはどうでもいいことだ。ともかくこの猫には悪いが私たちにはどうすることもできん。残念。メディナ、もしかしてこの猫を助けてやりたいのか。私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理、それだけだ。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと。野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫？そうすればその猫は野良猫じゃなくてれっきとした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろ。私がこの子を飼って毎日餌をあげればこの子は死なずに済む。撫でてもいいか。毛がふさふさだね。絶対私が守ってあげるからね。メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ。それはまあ小腹が減ったら食べようと思って。はい、干し肉だよ。あそこの意地汚いお兄さんがくれたんだよ。あの女。おいしい？よかった。これからは毎日餌をあげに来るからね。まさかメディナに猫好きの一面があるとはな。でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと。さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。ああ、ジェネレートサーマルエレメント。お、ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん。こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん。まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディッシャージ。あれ、矢の形になれって言ったのにならずに飛んでいったぞ。失敗か？当たり前だよ。だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい。先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。そうだ、新生術にもシステムコントロール権限。そうか。つまり新生術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああ、そうだよ。まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあそれはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージは。オンに切るぜ。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。でも新生術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。そうだったな。仕方ない。俺も頑張って新生術行使権限をできる限り上げることにしよう。そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれた優勝と俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。やあ、そうだ。もしよければまたお前と友情に課外授業への同行を頼みたいのだが。はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地、いわゆる私領地で行うらしい。わかりました。早速友情に声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。不思議って何が。いや、貴族の私領地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思い出したんだ。ほら、どうして帝国には貴族と平民がいるんですか。そう聞いてたじゃないか。ああ、聞いたな。確か先生はこう言ってた。氷協会の予言を引用して、確かいつか果ての山脈にある4つの通路、北の洞窟、西の峡谷、南の回廊、そして東の大門から忌まわしきアジンどもを滅するために、4帝国において英氏や英兵の天職を持つ全ての民は人民を守る役割を負い戦わなければならぬ。その時指揮官として軍の先頭に立つために貴族は日々剣を磨き術式を学び心身を鍛えている。完璧だ。さすが友情だな。印象的な言葉だったからだよ。それを聞いた後だと課外授業の話はあまり納得はできなくなっているけどね。そうか。友情は日々剣を磨いている貴族がなぜ私領地の獣を討伐しないのかって思っているんだな。うん、自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるのか。病気で動けないとか何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。衛兵隊の仕事が溢れてるのはおそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだい？その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなことを今考えたって仕方がないよね。準備してソルティリーナ先輩のところへ行こう。あ、